こんにちは。今日は何をするかっていうと、断捨離動画の第2弾になってます。第3弾かな、第2弾だと思います。多分今お風呂からちょうど出て、この化粧品断捨離していこうかなと思います思います。いや、私最近ね、クリニック、美容クリニックとかにも全く行ってなくて、毛穴のアプローチとかもしてなくて、本当に喉痛い。今までは、なんて言うんだろう、ピーリングっていうのかな、ピーリングじゃない、なんて言うんだろう、毛穴のハイドラフェイシャルとかをよくやってたんですよ。ハイドラフェイシャルやると、すごい毛穴の汚れが取れて、肌のツヤが綺麗になって、化粧のりも良くなるっていう感じなんですけど、で、それをね、2ヶ月くらいやってないんですよね。ただ単純にクリニックに行くのがめんどくさくて、自宅でのホームケアだけで頑張ってるっていう感じなんですね。なかなかクリニックでのケアを、ね、できない方もいると思うので、ホームケアを私が頑張って、それで良かったものをみんなにお届けしたいなというふうに思って、最近はクリニックに行かないようにしてます。はい。私もね、いろんな YouTuber さん、肌が綺麗なね、南里穂さんとか本当に肌綺麗じゃないですか。だからもうさっきも動画見漁ってて、次何買おうって言って、あ、クリスティーナとかいいんだと思ってポチって買ってみたりとか、いろいろしてるんですけど、そういう中で一つ思うのが、結構ね、皆さん変わるんですよ、使っている化粧水だったりね、スキンケアっていうのが。で、一体本当にどれを使っているんですかっていうのをめちゃめちゃ私気になっちゃって。私はもうスタメンがもういるんですよ。多分皆さん分かってると思うんですけど、このサムバイミーの緑のやつとかはもうスタメンで、多分一生使い続けるだろうなっていうもの。このドクトトナーね、名前ちょっとねやばいですけども、だいたい2年前くらいにこのね載せたことあるドクトトナーも多分一生使うんだろうなって思うし、ずっと使ってるものっていうのがあって、私の中では。で、それはもう永遠に私の中でメインのスタメンなんですよ。でもやっぱこうね、こういう仕事柄、いろんなね化粧水をもらったり、スキンケアのね案件取ったりとかあるので、本当に皆さんどれ一番使ってるんですかっていうのがね、真剣に気になっちゃって、だからもう私がもう総じて良いものをお届けしようという企画でございます。コメンちゃんのね、水飲み場じゃないの、トイレは。はい、はい、ということで、まず1個目からね、いくね。断捨離動画だよね、捨てていかなきゃいけないもんね。はい、任せて。じゃあね、結構これね、綺麗に片付いてるからね、捨てるもんないんですよね。まああるわ、これとか。マジでいらんよ。ドクター G の日焼け止め、これはね、韓国に行った時に買ったものなんですけれど、これね、何がダメかって、臭いのよ。本当に臭い。なんでこんな臭いもの作ったっていうくらい臭いんですよね。だから捨てます。はい、ゴミ箱捨てました。で、次捨てるものね、次捨てるものがね、この2つかなっていうところで、このクラリスっていうところのメーカーなんですが、アイハーブで購入しました。で、こっちがビタミン C の美容液で、こっちがまあよくわからん美容液なんですけど、この2つを使うとめちゃめちゃいいっていう口コミを見て、結構ね、半分くらいどちらも使ったんですよ。ただこれね、結構買って1年以上経って色がね変わってきちゃったんですよね。ビタミン C ってやっぱ冷蔵保存が推奨されてる中、推奨してなかったので、このメーカーが普通に常温で保存してたら結構色変わっちゃって危ないなと思うんで捨てます。まあ普通に、まあ良かったとは思います。肌は荒れないし、なので捨てます。さよなら。次です。オピュの日焼け止め、これもね、なんか臭いんですよ。日焼け止めってめちゃめちゃ臭いもの多いんで捨てます。次、これ次もうね、ほぼない空状態まで使ったので捨てます。まだこれはストックが大量にあるので、また使ってみます。ドクター G の爆弾水分クリーム、もうこれ底見えです。これも多分一生使うんだろうなと思います。日焼け止めは使わないですけど、これは一生使うんで、まあ使い終わったんで捨てます。アヌアのね、このパッドももうね、3枚しか残ってなくて、でも結構時間も経ってるんで、買ってからこれも捨てます。これもすごい良かったです。でも正直、拭き取りパッドの中で差を今まで感じてなかったんですけど、これはやっぱお風呂上がりの肌に塗って一番しっとりするし、しっかりと汚れも取れるし、私は一番好きかなって感じです。で、こっちのハクスリーのタイプは、こちらもね、パッドなんですけど、こっちはどちらかというと潤わせるためのパッドって感じで、こんな感じで
アヌアとはね違うんですよ、そもそも用途が。そうだからパックしたいときはこれを顔に5枚くらい敷いてパックするんですけど、アヌアはねプツプツしてるんですよ、こう分かります？だから汚れが取れるって感じで、こっちはただの変哲もない紙って感じで薄いんですよ。だからこちらはパック用として使います。これはまだあるんで取ってきますね。このねサムバイミーのクリームが底見えになった、使い終わった、じゃじゃん。もうこれもマジでいいですよ。これから夏の季節になるんで、結構ねこってりした肌の方だったり、どうしてもさっぱりしたスキンケアじゃないと肌荒れちゃう、ニキビできちゃうっていう方いると思うんですね。その方にマジでおすすめしたい、このさっぱりとしたクリーム。一年中使えるし、マジでこれ使ってからニキビができづらくなりました。はい、っていう感じで使い終わったのしてます。こっちはねまだあるので、わ結構スッキリしてきましたね。で次これ、これはねどっかのホテルに宿泊した時、タンのねボディーバターで、タンっていうブランドね、おもちサンドヒルズとかに入ってるブランドで、めちゃめちゃ好きなのでこれ捨てない。彼氏のやつなんですけど、なんか家に置いてあって邪魔なので捨てちゃおうかなと思いました。まだドロップハニーマスクみたいなやつで、これねまだ使ったことないんですよ、買ってから1年以上経つのに。どのタイミングで使えばいいのか分かんなくて使ってません。ちょっと使うために取っておきます。で次これインディズリーのビジャシカの、私この洗顔がめちゃめちゃ好きで、お風呂に あるんですけど、そうめちゃめちゃ好きで、多分これもずっと使うんだろうなっていうものなんですが、正直こっちはいいけどこっちはうーんって感じなんで、ちょっと捨てますね。こっちだけおすすめ洗顔。はーい、次これもクラリスかな。これね杏仁豆腐みたいになって毎回新品になるんですよ、こうやって塗っても。でこれも買って1年くらい経っちゃってて、多分もうちょっと心配なんで捨てます。もうねやっぱ1年以上はあんま使わない方がいいです、肌のために。あ防腐剤入ってないとかも多いので、なんで捨てます。めちゃめちゃさっぱりしてきたぞ。これはね本当にいいよ、肌に悩んでる子絶対買ってみてほしい。スキンピールバーはね薬局でも売ってますけど、 Amazon とかでも売ってます。緑、青、赤、黒かな。でその中でも赤が私は一番なんか初心者さんでも使いやすい、洗いすぎずっていう感じなので、ぜひ買ってみてください。洗顔を変えるだけでこんなに肌が変わるんだっていうのを実感できる洗顔でもあるかなと思います。これはめちゃめちゃいいのでおすすめです。ビオデルマのこのメイク落とし、これにコットンを染み込ませるんですが、コットンがこれがめちゃめちゃいい、アイハーブで買ったね、ごめん読めない、ピュンガンギオルみたいなところのすごい上質なシルクコットンの、まあ、薄いタイプみたいな感じでめちゃめちゃいい、安いし惜しみなく使える。この2つはね絶対に欠かせないですね。ナチュレーヌのアクアピールモイスチャーピーリングジェル、これもマジでいいです。これをね3日に1回1週間に1回やってあげると肌ほんと綺麗になるので、やってもらってもいいですか皆さん。これをやるとやらない人生では多分人生半分以上損してると思っちゃうくらいめちゃめちゃいいピーリングなので。でクリーナーアイムフロムのヨモギ、ヨモギのスキンケアを一式買ってみたんですけど、良さはそんなに分かんないですけど、まあ、オーガニックでできてるっていうのとか、ブランドコンセプトがめっちゃ好きで今使い続けてて、まあ、効果自体はそんなに分かんないですけど、まあ、一旦様子見って感じですかね。アイムフロムで同じフィグ、イチジク、あとハニー、ハチミツ、このねマスクたちがめちゃめちゃ優秀で、こっちがスクラブでこっちが保湿のパックで、お風呂、入浴中両方混ぜて使ったりするんですけど、本当にめちゃめちゃいいです。何がいいかっていうと、これをね混ぜてお風呂から出ると肌が乾燥しないので、入浴中でどうしても肌乾燥しちゃって肌が傷んじゃうんですけど、そういったことが一切ない。だからもうお風呂から上がった後にいつもとは違うプリンみたいな肌を迎えられるっていう、めちゃめちゃすごいアイテム。毎日使い続けると効果がなくなっちゃうので、1週間に1回のスペシャルケアにするのがいいかなと思います。ごめんねちょっと汚いかもだけど、こんな感じね、イチジクはでジャリジャリしてて、でも痛くない感じかな。このハニーの方がねすごい美味しそうでしょ、食べても問題ないっていうレベル。これはマジで使わないっていうか、おすすめ。この化粧水結構いい、安定にこれはめちゃめちゃいいね。肌がつるんで卵肌になるので絶対に外せないスタメン。
肌をきれいにしたい前日とかに使うかな。結構肌荒れちゃう人とかはこれをね慣れるまで結構大変だと思うんですけど、まあ、合わないと思ったらやめてもらって、もっと効果が出るまで頑張るっていう子を続けてもらうのがいいかな。1回2回とかの使用頻度がおすすめですね。結構成分がね、まあ、強いので、あ、でももちろん日本のものに比べて成分は悪いものは入ってないから、これを使いすぎるのが使うのが早いとか高校生だからとか関係ないんだけど、成分が合わない人もいるから、まあ、注意した上で使ってみてください。クロムで買ったものなんですけど、ライスですね。そう、すごくない？本当にね、自然由来のお米でできてるみたいな感じ。お米つながりで買ってみたんですよ、まあ、このお米ライス、ライスセラムとかね、もうライスクリームとかもネーミングがもう私のために作ってますみたいな、お米が私のために作りましたっていう感じなので、これをね使うのがめっちゃ楽しみで、早く明日の夜が来ないかなって思ってます。最近使ってよかったもの、このコス RX のグッドモーニングジェルっていうね洗顔、これめちゃめちゃいいです。何が言うかっていうと、洗いすぎずにきちんと洗えるみたいな。洗い上がりは悪いものが嫌いなんで、でもパサパサするのも嫌いなんで、これがちょうどよかった。あとこのねビオデルマのクレンジング、めちゃめちゃ使っちゃった、ほぼもう7日もここまで、これがねめちゃめちゃ最強にいいです。めちゃめちゃ濃いマスカラも落ちるし、濃いファンデーションも取れるし、リップも取れるし、でも肌は傷めないっていう、めちゃめちゃ最高なアイテム。捨てるものあった、お風呂場から見えたか。これさ、ツイッターでねバズってたから買ったんだけど、このクレンジングマジで無理、ごめんなさい、本当に私に合わなかったっていうだけで、マジで本当に苦手なの。なんでかっていうと、マジで取れないし、顔洗った時に目が曇るので、目が曇るのって私許せないのね。クレンジングした時にクレンジングしてこう目を洗っても目が曇らないものと目が曇るものがあって、そこで合う合わないを私は判断してる。これはめちゃめちゃ曇るし、何より伸びも悪いし、全くもって化粧が落ちない。さよなら。はい、という感じです。うん、まああとはこれ、これだけ買っといてほしい。アイハーブでこのアボカドのね、もうヘアマスク、これ週に 2,3 回程度の使用を推奨してるんですが、本当に髪がバリバリの人とかもうちょっと秀吉さんと相談して、もう使用頻度上げてもいいと思う。だいたい 1,000 円くらいで買える最強のヘアトリートメント、これを使い始めてから本当に髪が綺麗になったっていう人多いし、私も本当にこれなしでは生きていけない。で、一つデメリットがある、あの排水口めちゃめちゃ詰まる、お風呂に溜まるから毎日掃除しないとやばいっていうことだけ。はい、半身浴の時に絶対に入れてほしいし、汗も出るし痩せやすくなるし、もう代謝も良くなるし、冷え性も改善されるし、生理痛の軽減とかにいろいろアップするので、お風呂に入るかって絶対塩を入れてほしい。または運気を上げる、なんか塩まくとか言うじゃん、まあ、そういう意味でもちょっとねいいのかなみたいな思って使ってます。これね、入れると入れないで汗のかき方がマジで違う。はい、ということで断捨離動画です。今回捨てたもの、あ、結構重い、こんな感じで、はい。皆様、本日も動画見ていただきありがとうございました。明日メンたち、タラララン。こっち香水とか、まあ、ヘアオイルとかなんで、また時間があるときに、おすすめ商品紹介していこうかなと思います。